イリースタジオのナシームです。無事に浜松公演が終わりました。ありがとうございます。もう大盛況の大成功でした。まずね、私全泊しました。久しぶりの新幹線で、朝霞市のパパタンと一緒に浜松まで行きました。浜松といったらね、音楽なんですよ。浜松の駅にはこのような可愛いのピアノが置いてあって、これ YouTube でよく見るんですけれども、この本物を見て一人で大興奮してました。日本は、素晴らしいピアノをたくさん輩出しております。さあ、浜松の駅を出たら早速車に乗って JAL さんに向かわせていただきました。 JAL さんは浜松の駅から車で30分ぐらいのところにあります。見てください、このダラブッカの数、本当にね、商品が豊富で素晴らしいですね。これがね、ダラブッカってやつですね。今このオーナーの内山さんが叩いてくれております。で、この緑のダラブッカをうちのメンバーが買っちゃいました。中もすごい綺麗なんですよ。そしてこちらソンバーティーって言ってね、ダラブッカよりも一回り大きいんですけれども、私はこの3つで悩んでおります。で、どれを買ったでしょうか。内山さんがまた叩いてくれました。ブレイクタイム、なんとこのコーヒーカップまでダラブッカです。で、ブレイクタイムが終わったら、これね、知ってますか、レクというね、楽器なんですけれども、このシャンシャン鳴らしながら叩くのすっごく難しいですけど、欠かせない楽器となっております。ダフですね。私ね、このね、茶色いのがちょっと気になったんですけれども、面が張ってなかったのでちょっと叩くことはできませんでした。水回るまであります。すごい、もう商品の豊富さがすごいです。素晴らしい。さあ、ポポタンもダラブッカを叩いております。あー、ダラブッカの上座っちゃいましたね。これはあまりよろしくないの、気をつけてくださいね。ポポタン見てください、ジャリさんの壁にいっぱい有名なダラブッカ奏者のサインがあるんですよ。すごい、ちゃっかり私もサインさせていただきました。どこにあるか分かりましたでしょうか。はい、そしてね、変わってまた浜松に戻りまして、夜はもう浜松といったらここしかありえないですよね。爽やか2回目です、今回で。こんなに安かったっけっていうぐらい、すごいボリュームなので、夜ご覧ください。ショー当日です。 4M さんが来てね、早速準備しております。ワエレナがもう本当に素敵で、私はね、夜踊るので、その間に浜松の楽器博物館にね、ちょこっと足を運んでみました。もう世界中のいろんな楽器があるんですが、発見しましたよ、ウード、そして常見先生が弾いておりました。さあ、そしてね、戻ってきて私はすぐにリハーサルをやりました。ちょっとね、自分の携帯で撮ったので白飛びしてますけれども、私はね、振り付けはね、考えないんですね。基本即興なんですが、まあ、でもやりたいことはね、こう決めておくんですよ。どんな風なことをやろうとか、この音でこんなことをやりたいみたいなのがあるんですけれども、まあ、リハーサル思ったことが全くできなくてびっくりしました。本番はとりあえずはうまくいったんですが、リハ大事ですね。ということで、素敵なダンサーさんたちといっぱいお写真を撮って、そして本番ですね、長谷川写真館の方が見てください、こういっぱい写真撮ってくださって、こうなかなかね、こういい写真ってね、本当にないんですよ、踊ってる時って。でもすごいいっぱい撮ってくださって、まだまだいっぱいあって載せきれないんですけれども、まあ、ちょっとピックアップして載せてみました。私が着てる衣装、こちらも 4M さんで購入したものです。で、ね、お花束までいただいて、もう本当に素晴らしいダンサーさんたちとご一緒できて、もう感謝しております。はい、そしてコンペティションでね、
賞を取った方たちと一緒に写真も撮らせていただきました。ウクライナのエレナです。今ね大変な時期なんですけれども、笑顔で頑張っておりました。応援してください。で、賞が終わった後ですね、出てほっとした私、はるばるね、埼玉から見に来てくれたお二人、この方はね私の YouTube をね見てくれてるって言ってね、賞を取ってすごい嬉しいです。私もベティさんもすごい素敵で、あ、もうプロフェッショナルってすごいなっていう、もう感動です。美しいね、司会のアンジーさんですね、写真を撮らせていただきました。 4M のお二人です。いつもありがとうございます。次の日ですね、ワークショップなんですが、その前に腹ごしらえということで、はい、浜松といえばうなぎです。食べました、うなぎ。最後はお茶漬けにして、もう本当美味しかったです。さあね、ワークショップはね2時間半の5時間にわたるワークショップをやりまして、そしてはい、もうヘトヘトでエレナと写真を撮りました。最後のね浜松餃子を食べ自宅に至りました。お花やたくさんのお菓子とお手紙もねいただいてありがとうございます。これもねすごく嬉しいですね、チロルチョコの、私もちらっと載ってます。本当に楽しい3日間でした。ありがとうございました。ジャリさんにお邪魔してます。内山さんです。そうなります。そっか、うん、おい、ん、あれ、あ、2回ジャリさんでソンバーティーとレクを私買いました。そしてダラブッカチームの子がこのダラブッカ買いました。ありがとうございます。イエーイ。